Hey guys, and welcome to episode 3 of my Sword Art Online Let's Play. Sorry guys about last week. I was busy last week, but I'm uploading my this episode today, so, and then next week you'll get episode 4, so you know what. But like I said though, really sorry, and hopefully you guys, you know, like the series, keep up with it, you know, like, comment, and subscribe, huh? Yeah, let's enjoy this. ようこそ。ここが新エリアでの俺の拠点だ。エギルさん、ここでお店を開くんですか？何かこそこそやっていたと思ったら、エール王本土の店には戻らないのか？ああ。本土からだと時間がかかって不便だからな。俺もお前たちもこれからしばらくはこの新エリアの攻略にかかりきりになるだろう。だからしばらくここで商売をすることにしたんだ。エギル出張店舗ってとこだね。ああ、店自体はこれまでと変わらない。武器の買い取りや販売、そして私たちの拠点ってとこね。おいおい、それは結果的にそうなってるだけだぞ。お前たちだけのたまり場にしたつもりはない。ここはプレイヤーの誰もが軽い気持ちで来られるこじゃれた喫茶店だ。エギルさんの新しいお店、これからいっぱいお世話になりそうですね。ああ、よろしくね。キリト、実は私もここで鍛冶屋を開くことにしたの。え、そうなの？私全然知らなかったよ。エギルと相談してみんなを驚かせるために黙ってたのよ。新エリアの攻略に強力な武器は必須でしょ。武器の強さを手っ取り早く知るには武器ランクと強化段階を見るといいの。武器ランクは武器の基本的な強さ。ゲームを進めるほど高ランクの武器が手に入るみたい。強化段階は火事で変わる強さで、素材を使って鍛えるとどんどん上がっていくわ。武器ランクの高い武器をゲットして火事で強化段階を上げていくのが強くなる近道ね。ああそうそう、手に入れた素材を使えば武器を強化できるから、試したくなったら工房まで来てね。ああ、わかった。よろしく頼むよ。任せといて。これで攻略の準備は整ったね。ああ、それじゃあ本格的にスバルトエリアの攻略を始めるか。まずは草原の島、ボークリンデの攻略ね。今はボークリンデしか行けないけど、攻略すると他のフィールドも解放されていくんだよね。最終目標は全てのフィールドの攻略ってことですね。まずは今解放されているボークリンデの攻略条件についての情報収集が必要ね。中央の島の大ボスを倒せばいいってことは想像つくけど、あの島は高度制限より高いところにあるんだよね。普通に飛行したんじゃたどり着けないってことは、何らかの仕掛けがあるのかもしれないな。一度は中央の島の近くまで調べに行った方が良さそうね。Well, it looks like we finally got the tavern area and shop, so that's nice because now I can finally purchase items and equipment and also, yeah, so yeah, that's nice. ここだけはレプラコーンとして譲れないわ。私も絶対絶対嫌です。二人とも何かあったのか。リズさんにピナの装備を作ってもらおうと思って相談してたんですけど、私の意見を聞いてくれないんです。何よ、人聞きの悪い。私はピナに最適な装備を提供しようとしてるだけじゃない。どんな装備なんだ。
国武将風の兜よ。か、兜？だから、なんでいきなり和風が入ってきちゃうんですか？せめて、ALO の世界観に合った中世風の兜だったらわかる気もしますけど、全くもってセンスゼロですね。あんた、この兜の魅力を分かってないわね。ピナのことを考慮してかなり軽量化した上、防御力も機動力も兼ね備えてるのよ。へえ、意外と機能的なんだな。私が作ってるんだから当然よ。キリトも私の兜がいいと思うわよね。俺は…ちょっと待ってください。キリトさんに意見を聞くのはずるいと思います。キリトさんは見た目そっちのけで、どんなにダサいデザインでも機能性を重視するに決まってるからです。うん、私の作戦をカンパするとはやるわね、シリカ。ふん、甘いですよ、リズさん。結構ひどいこと言われてないか。違うんですよ、キリトさんはいつも真っ黒だからこそキリトさんであって、決していつも真っ黒だから見た目は気にしない人なんだなって思ってたわけじゃなくって、そうじゃなくて、キリトさんの強さは何を着てても変わるわけじゃないですもんね。ねえ、シリカ落ち着いて。そんなに必死に弁解されると逆にいたたまれなくなるよ。ふん、じゃあピナの兜だって強さが一緒ならどんな見た目でもいいわよね。あ、それとこれとは話が別ですよ。どう違うっていうのよ。こっちの兜の方が性能は上なんだから迷い余地なんてないでしょ。ダメったらダメです。そういう問題じゃないんですってば。まだ応戦する気なの？二人ともダメだ。俺このままじゃいつになっても決着がつきそうにない。I don't get it when I unlock these outfits. It always says I unlocked these outfits, but then I don't know where to find these. I don't know where. So I'm just gonna quickly check out the shop and stuff and see what they have. 何か欲しいものがあるのか？いらないアイテム、どんどん買い取るぜ。ありがとうな。いらないアイテム、どんどん買い取るぜ。他にはまた用事があったら寄れよな。何か必要なことはあるかしら。さて、始めますか。さて、始めますか。いつでもいらっしゃいね。何度も繰り返すことで上達していくからね。根気よくやるのが大事だよ。なるほど。この声はアスナとすぐか。ミス、惜しい。もうちょっとだよ。難しい。やっぱりアスナとすぐだったか。お兄ちゃん、キリト君、どうしたの？二人の声が聞こえたから気になって覗いてみたんだよ。そんなにうるさかった？ああ、スパルタ練習の声が響いてたよ。本
本当？ちょっと気合い入れすぎちゃったかな。そうですね。何をしてるのかと思ったら、二人で料理してたんだな。うん、アスナさんに料理教えてもらってたんだ。なるほど、熟練度マックスのアスナに教えてもらえば間違いないな。教えるって言っても大したことはしてないよ。料理スキルを上げるのはすごく根気がいるからね。結局は自分で頑張るしかないけど、応援する人がいるだけでもモチベーション上がるかなって思って。そうだったのか、アスナ、ありがとな。うん、リーファちゃんはどんどん上手くなるから見てて楽しいよ。アスナさんのおかげです。でもまだまだ頑張らないと。その息だよ。それじゃあもう一回作ってみようか。はい、そうだ、お兄ちゃんも作ってみれば？え、俺か？料理スキルなんて全然上げてないからできないと思うぞ。お兄ちゃんは VRMMO の中で料理したことないの？あるにはあるけど。へえ、何作ったの？干し肉とか。それは料理なの？加工したって感じかな。おい、今心の中でバカにしただろ。たとえ干し肉でもレア食材で作ればうまいんだからな。耐久度も高いし、ダンジョンに潜る俺の空腹を何度救ったことか。その干し肉に思い入れがあることは分かったよ。まあとにかく一回試してみたら？分かった、そんなに言うならやってみるよ。じゃあ一緒に作ってみようか。それではシチューを作ります。はい。ほら、お兄ちゃんも返事して。え？はい。よろしい。作り方はとっても簡単。まずは包丁で野菜を一口大に切ります。まあこのくらいは大丈夫だな。次に肉を切ります。うん、切れた。よし、こんなもんでしょ。そしてお鍋に今切ったものを全部入れて火にかける。あとは水と調味料、赤ワイン、トマトを入れて蓋をして煮込むだけよ。もう終わりか？意外と簡単だったな。現実の料理と違ってシステムが勝手にやってくれるからすっごく楽だよね。私としてはもうちょっと手間のかかる方が楽しいんだけどな。あ、もうできたみたいね。蓋を開けてみて。じゃあ私から。おお、うまそうだ。よかった、成功したみたい。うん、すごくよくできてるよ。味見してみようか。いただきます。どう？うん、うまい。本当？よかった。ああ、肉の柔らかさもちょうどいいし、味も深みがあってすごくおいしいよ。じゃあ次はキリト君のを見てみようか。おう、行くぞ。これは何？この世のものとは思えない色をしてるんだけど。料理の手順はシチューだったよね。ああ、すぐと同じように作ったはずだ。なのにどうしてこうなった？私もこんな料理初めて見たよ。ねえ、これって味見しても大丈夫なの？食べられないものは入れてないんだから大丈夫なんじゃないか。そうかな。キリト君、味見してみなよ。そうだよ、お兄ちゃんが作ったんだからまずは自分で食べるといいよ。そうだな。それじゃあいただきます。
キリト君、お兄ちゃん大丈夫？悪くない。え？というかうまいぞこれ。本当？まあ二人も食べてみなよ。え？これを？シチューとは少し違うかもしれないけど、見た目に反して意外といけるぞ。そんなに言うんなら食べてみようかな。いただきます。いただきます。はん、はん、どうだ？ん？どうしたんだ？すぐこれ飲め。アスナも。死ぬかと思った。なんでこんなに辛いの？そんなに辛いか？確かにシチューというよりはカレーっぽいと思ったけど。お兄ちゃんの味覚再生エンジン壊れてるんじゃないの？辛いもの好きにも程が。で辛いかな。お水もう一杯。私も。Well, looks like we learned a lesson. Kirito can't cook. But, you know, that doesn't matter. He's still a badass. That's fine. Yo, Kibo! Moshikashite, Argo ka? Ah, SAO irai da na. Wow, I haven't seen Argo since, like, the original Hollow Fragment. It's kind of weird, though, because I don't see her in the... I don't see her in the anime series. Like, I should probably read the books or something. Maybe she's in the books, but I know she's in the video game. Kibo wa Svalto Alvheim no zen quest kouryaku wo mezasu n daro? Ah, so da. Kongo mo Argo no joufou ni wa sewa ni nari sou da na. Mochiron da yo.キーボードは SAO ベータテストからの付き合いだからな。アルゴも ALO にログインしてたなんて思ってなかったな。まあ元気そうでよかった。I'm gonna try and look around for side quests just because there's I don't think there's any main quest to do, but I'm pretty sure the reason why is you have to do some of the side quests in order to unlock the main quest. At least that's how it was in Hollow Fragment. You have to do a bunch of side quests and then you unlock the main quest. なあ、君たちに頼みたいことがあるんだ。仲間がモンスターに襲われて身動き取れなくなってるの。そこにいるモンスターが強くて俺たちでは手に負えないんだ。いきなりですまないんだが、救出を依頼できないだろうか。どうしますか？ありがとう。仲間がいるのはこの洞窟の奥よ。お兄ちゃん、OSS は知ってるよね？ああ、オリジナルソードスキルのことだよな。自分だけの技が作れるっていうのは魅力的だよな。私が前にログインしてた頃はなかった遊び方なんだ。この辺がちゃんと SAO の機関プログラムを引き継いだって証なんだろうね。そういえば ALO のこのシステム人に渡せるって知ってた？ああ、別アバター1名に限定して育てた OSS を渡せるんだったよな。でもあくまでそれは作り出した技を使えるというだけで熟練度までは引き継げない。結局もらった側もゼロから育てていかなきゃダメなんだよな。うん、そうみたいだね。
まあ、俺たちの仲間内ではそういうことをやるのはあんまりいなさそうだけどな。みんな各自で新しい技を作りたがるタイプだし。そうだね。お兄ちゃんは OSS 育てないの？ああ、今スバルト・アルブヘイムの攻略が最優先だからな。確かに OSS の習得に時間を取られてたら他のプレイヤーに先を越されちゃうもんね。正直なところオリジナル技を作りたいんだけど時間がないんだよな。何日か続けてフルタイプできれば。もうお兄ちゃんってば、それじゃあ SAO にいた時と変わんないよ。そうだったな。But yeah, let's see. Alright, if we're gonna go look for that guy in that dungeon, we're gonna have to, like, get some... I'm gonna have to check my inventory. I'm probably not gonna find anything useful. But I'm just gonna take whatever I can get. And then also, I gotta edit my party. Sounds like I level up some other characters. この調子でいきましょう。Why?
Sitting duck when I'm just in the air. I still can't hit my skill. It was not bad, but it's like, it's really annoying dealing with those enemies. Tascata, arigato. Coco, a kick in the car. What was I can eat the tail? Surja. Alright, so yeah, we're gonna head back to the city of Ryan, and we're gonna try and turn in the side quest. And I think that'll be all for this video.
かった、ありがとう、無理言ってごめんね。あんたらすごいんだな。少ないが、これを受け取ってくれ。 I'm more than happy to help guys. It's okay. Well guys, I hope you enjoyed the video. I know I enjoyed making it for you guys. Be sure to like, comment, and subscribe to my channel. And I'll see you next Thursday. You know what I mean? Seeing as these are going to be scheduled for next Thursday. Sorry about the delay again. But yeah, see you guys.